栃木県日光市ユニシ川温泉地区一級河川、利根川水系ユニシ川に建設されたダムである。国土交通省関東地方整備局が管理する特定多目的ダムで、鬼怒川や利根川下流域の治水取水のために建設された鬼怒川上流ダム群の一つである。堤高119.0メートルの重力式コンクリートダムで、 キ川上流ダム群の中では最も新しいダムである。ユニシ川ダムは特定リフトにおいて効率化を進めた巡航 r c d 工法を採用しており、低滞コンクリート体積約100万立方メートルに対して実打設期間19ヶ月という短期間での施行を実現した。ダム湖はユニシ川湖と呼ばれる。キ川流域の河川開発は 1947年のカスリーン台風により甚大な被害を受けた、利根川流域の総合的な治水対策の一環として、1929年の五十リダム事業着手に始まり、1956年に五十リダムが完成した後、1966年に完成した川又ダム、1970年に完成した川寺ダムに続いて、2012年3月に絹川、 上流ダム群の4番目のダムとして完成した。4月中旬から12月上旬まで、水陸両用バスによるダムコクルーズと、ダムの見学を行うツアーが運行されている。道の駅ユニシ川及び温泉施設である水の里から乗車できる。また、道の駅ユニシ川の食堂では、ユニシ川ダムカレー、川路ダムカレーを食べることができ、その際、 道の駅版のダムカードをもらうことができる。かつて存在したユニシ発電所について触れる。ユニシ発電所は、栃木県企業局が、絹川水系の水資源を活用する目的で、開発したもので、1958年11月に、河地第三ユニシ発電所建設事務所を設置し、1959年10月に、着工、1960年12月に、 営業運転を開始2006年10月に廃止した。発電用水はユニシガワの他長沢、竹沢、赤、下沢の渓流から4.5立方メートル前秒を取水し最大3400キロワットの電力を発生した後五十里ダムへ放流した。ユニシに建設されたユニシダムは中内ダムとも呼ばれ。 ユニシガワ発電所の廃止及びユニシガワダムの新設に合わせユニシガワダムの著作ダム及び清水バイパスとして改造された。カジマダイジェスト、鹿島建設株式会社、ありがとうございます。